はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。本日は、愛知県高校入試、合格最低点、結局どうやったんや、っていう話をしていきたいと思います。皆さん、高校受験お疲れ様でした。もう1週間以上、合格発表から経ちました。正直、もう切り替えて、前に進んでる子もいれば、あの時ああしとけばよかった、悔やんでる子も、まだいるかと思います。そしてね、この名古屋の塾講チャンネルでは、受験前に、いわゆるボーダーというもの、そして、受験後には、皆さんからいただいたデータで合格最低点やいわゆるボーダーになるような点数をブログの方で公開してました。そして最後の皆さんの合格発表後にいただいたデータで本当の合格最低点を割り出していきたいなと思いますので、もし興味ある方は最後までぜひ見ていただきたいなと思います。そしてまだ入力してないデータ協力していいよ、そういった方は下の概要欄から合否報告サイトでぜひ報告をしてください。またそちらのサイトで僕が受験後に出した予想合格最低点も載ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。どういう形で皆さんが受験後のそのデータからどういった形で分析をしてボーダーを割り出したのか、そういった話、そして皆さんちょっと勘違いしてるかもしれないんですけど、ボーダーと合格最低点は違います。この話もしていきたいと思います。そして皆さんが受験後に協力していただいた合否の報告データ、こちらでどうやって合格最低点を出したのか、その話もしていきたいと思います。ぜひ見ていただきたいと思います。そしてね、データに関してはブログの方でいろいろ出してきますので、もし興味ある方はまずブログの方を見ていただいた方がいいと思います。こちらの動画で出せるデータは一部のデータになります。理由はなぜかと言いますと、データがその都度その都度集まって数字が変わります。学校が増えたりします。そのためこの動画だけで出してしまうと、あ、うちの学校載ってないわとか、そういったことも出ますので、数字これらはほとんどブログの方で出します。またインスタグラムの方では細かい中央値や平均値の方も出しますので、もし興味ある方はインスタグラムの方もフォローしていただけると嬉しいです。皆さんが受験後に協力していただいた中央値や平均値のデータに関してもブログの方で出していく予定ですので、そちらも興味ある方はぜひ見ていただきたいなと思います。また新高校1年生、高校生活始まってすぐに数学や英語の難しさや進むスピードで戸惑ったりとかするかもしれません。その時のアドバイスもまた4月から上げてきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、じゃあ話をしていきたいと思います。合格最低点とボーダーの違いの話をします。合格最低点とは、1点でも下であれば不合格、1点でも上であれば合格、これを合格最低点のボーダーと言います。皆さんがいわゆるボーダーと言ってるものは多分ここになると思います。ただほとんどのサイトで出してるボーダーとは、その点数を取っていればまあ 80% の確率で合格するでしょうというボーダーになります。つまり合格最低点よりもボーダーというものは高く設定されています。ボーダーという言葉自体が2つあって、合格最低点のボーダー、 80% 以上のボーダー、ここら辺がごちゃ混ぜになってしまうと、ボーダーよりも下だったのに俺受かったしっていう方絶対出てきます。そういった方はおそらくボーダーの理解を間違えてます。次に皆さんが受験後に協力していただいたデータ、これで中央値、平均値、そして予想合格最低点、これらを出しました。これらをどうやって出したかと言いますと、まず全部のデータ自体は7万件以上ありました。このデータから重複データ、いわゆる皆さんがこの点数だったら受かるかな、この点数はどうだ、そうやって試された入力に関しては全部弾かさせていただきました。そして怪しいデータ、内申マックス、当日でもマックス、どれぐらい余裕があるんだろう、試した子いると思います。そういったデータも全て弾かさせていただきました。そうするとおよそ2万以上のデータで集計することができました。ここから学校ごとにデータを分けて平均値、中央値を出しました。その時に僕自身はブログの方でも出させていただいている、いわゆる受験前から出しているボーダー、これらとのどれぐらい離れてるのかっていうのを理解させていただいてました。そうすると面白いことがあって、なんとですね、ボーダーというものから合格最低点というものは6点ぐらい離れてたんですよ、平均すると。なのでおそらくほとんどの学校がボーダーよりも6点下で予想を立てて、全部の学校の皆さんが入力していただいたデータを全て
て並べて、そして第一志望第二志望の割合、倍率、合格者数、そこから上位何人から何人までが合格ラインに乗ってくるか、これらを割り出しました。そうすることによって予想の合格最低点が明確になりました。これが合否報告サイトの下に載っている予想合格最低点になります。この点数を出した時にほぼ僕はこれが合格最低点になるだろうなと予想してました。理由はなぜかと言いますと、まず上位校に関しては第二志望の子が少ないのでほぼその点数で決まると思ってました。そして第二志望が多いけども中堅校、これらの学校に関してもどれぐらいの割合で第二志望にしてる子たちが第一志望で受かってくるか、これらを計算で出してたのでほぼ当たるだろうなと思ってました。実際のところすごく当たってました。これらから皆さんが合格発表がされる前に合格最低点を割り出し、そしておそらく 80% ぐらいが受かるボーダーというものも予想していました。そして合格発表後、皆さんの協力により合格最低点を割り出せる学校がたくさん出ました。もちろん受験者数が少ない学校、入力していただいたデータがない学校、これらは割り出すことはできませんでしたが、ほとんどの学校は割り出せることができました。ありがとうございます。そのデータの数はおよそ700以上、2万件から比べると700、少ない、そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この数だけでも40以上の学校が割り出せることができました。じゃあどうやって合格最低点を割り出したのか、これは単純な話なんですけども、合格者の点数、いわゆる自己採点ですね、合格できなかった子の自己採点、この境目が合格最低点になってます。もちろん自己採点が間違ってたり期日の点数で削られたり、そういったこともあるので誤差は出ますが、ほとんどのデータで綺麗な数字として出ましたので、おそらくこの合格最低点はほぼ一致してるかなと思います。そして皆さんぜひブログの方を見ていただきたいんですが、非常に面白いデータになりました。一つ目は合格最低点はボーダーよりも6点下、この傾向はやはり出てました。そして学校によってはかなり点数が下がった学校もあれば上がった学校もあります。ここら辺は急激に変わったわけではなく、やはり倍率、合格者数の減増加、ここら辺が影響してるのかなと思いました。めちゃくちゃ面白いデータなのでぜひ見ていただきたいなと思います。それではデータを見ていただきたいと思います。ただ少しだけ出させていただいて、あとはブログで必ず確認をしてください。入力していただいたデータが増えればもしかすると点数が変わるかもしれません。そして学校も増えるかもしれませんので、ぜひ協力もお願いします。まず旭ヶ丘高校、僕らが予想していた合格最低点のボーダーが228点でした。そして伊野塾の予想ボーダーは 234.5、 いわゆる6点よりちょっと上ぐらいでした。この旭ヶ丘高校合格最低点は228点でした。つまり伊野塾の最低点ボーダー、予想していたボーダーとほぼ一緒になりました。そして一宮高校、伊野塾の予想最低点ボーダーは218.5 でした。そして伊野塾の予想ボーダーは 225.5 でした。こちらもやはり6点ぐらいの差になっています。そして一宮は合格最低点は220点になってました。つまり伊野塾が最低点として予想したボーダーよりも少し上がってます。これはどういったことか、当日の難易度、募集の人数、こういったものから上下したのかなと思ってます。ただ正直言うと当日点で言うと1点ぐらいの差なので、もう正直誤差の範囲かなと思ってます。ただ合格最低点は少し上がってるように感じました。次に第二志望が多い昭和高校、伊野塾の最低点予想ボーダーは190点でした。そして伊野塾の予想ボーダーは192点でした。これはなぜ2点しか差がなかったのか、一つは皆さんが入力していただいたデータ、これがかなり点数を取ってきてました。そのため6点よりも下ではなく、予想ボーダーよりも6点下ではなく2点だけの下、こういった形として数字を予想させていただきました。その結果昭和高校の最低点は190点でぴったし当たってました。つまりどういったことか、昭和高校は今年募集人数を増やしました。増やしたけども第二志望の子たちが昭和高校を受験して、そして通う子がおそらく多いんだろうなと思います。そのため昭和高校の当日点の平均値、中央値はかなり上がってました。ちなみにこれは明東高校も一緒です。明東高校も合格予想最低点は193点でした。そして合格予想ボーダーは193
98.5 でした。ただし合格最低点は195点でした。つまり上がってます。昭和と名東は上がってます。つまりここの学校を第二志望にしたこういった子たちがかなり落ちてきて通うんだろうなと思ってます。そのためおそらくこの年の名東と昭和は学力が上がる年になると思います。こういったことがデータから非常に分かるようになるので皆さんブログ、インスタグラムぜひチェックしてください。そしてこの YouTube チャンネルでも詳しくどういったことが起きたのか予想していきたいなと思ってますので皆さんぜひよろしかったら合否報告サイトまだまだ入力いただけたりとかチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。また来年の受験の方はどういった学校がおすすめなのかこれについても話をしていきたいと思いますので来年度以降も目が離せませんよ。それでは皆さんバイバイ。